Hey, what's up, everybody? This is Ali, and you're watching Ali's YouTube channel. はい、ということでですね、今日はですね、新しいパイプバッグを注文しまして、それに穴を開けるときにどうしたらいいのかっていうのを説明していきたいと思います。方法だけ見たい方は、最初のいろいろ経緯とかは、まあ、すっ飛ばして最後だけ見てもらえばいいんですけども、今回ですね、私が注文したのは、キャンモアの、このような、ハイブリッドパイプバッグです。ハイブリッドバッグですけれども、外側が革で、中側が、人工のマテリアルなので、フィット感、革のフィット感がいいままに、人工のバッグの、良さ、メンテナンスのいらない良さっていうのが、まあ、いいとこ取りになったバッグになります。で、今回穴の開け方って言ったんですけども、これ新しいバッグですけれども、ドローンの穴が開いてないですね。ちょっと印つけてますけれども、このようなバッグ、普通なんですけれども、注文するときにですね、穴開けといてくださいっていうふうにちゃんと連絡すれば、綺麗に丸い穴を開けて送ってくれるので、どちらかというと その方をおすすめします。自分で開けるのってなかなか危ないので、自分で穴を開けるのって結構リスキーなので、まあ、できればメーカーさんに開けてもらった方がいいんですけれども、今回ちょっといろいろな手違いがありまして、このような穴の開いてないバッグをいただきました。いいんですよ、全然いいんです。それはあの私の連絡ミスかもしれないし、まあ、うん、まあいいんです。で、自分で穴を開けようと思った時にですね、私が今まで革のバッグに穴を開ける時にバイブルにしていたものが紙があるんです。一旦それを見ていただきましょう。はい。でですね、今の最初のプロセジャー、最初の工程を見てもらったら、バッグをまず半分に折りますって書いてあるんですね。半分に折りますと言って、そしてそこがミドルテナーですよと、ここがね。って言ってるんですけれども、今回注文したバッグ、エクステンデッドスモールバッグになります。エクステンデッドスモールバッグって最近、まあ割と最近出てきてるものですけれども、通常のスモール、ミディアム、ラージといったバッグって、まあ同じ比率でバッグがどんどんこうでかくなっていくんですね。ただエクステンデッドスモールっていうのは、実はその比率が違ってですね、このデプス、レングスですけども、このデプスはだいたいスモールバッグよりもちょっとでかいぐらいで、このレングスが普通のバッグより長いんですよ、比率が。で、なんでそうなってるかっていうと、こうやってバッグ、こうやって抱えますけれども、その時に、このデプスが長ければ長いほど、腕への負担がすごく増えるんですね、圧力かける。腕の負担が増えるし、ちゃんとあんま遠くなるし、でエクステンデッドスモールは何がいいかっていうと、その、まあ、このデプスが割とちっちゃくて、容積を稼げますよと。容積大体ミディアムバッグと同じぐらいになります。一回そのスモール、ミディアム、ラージ、エクステンデッドスモールの、まあ、デプスとレングスを計算して、大体の容積を出したことがあるんですけれども、ほぼほぼミディアム、と一緒の容積になります。で、容積がでかい方がなんでいいかっていうと、まあ、容積がでかい方が安定した音が出せる、安定した空気圧が保てるっていうのと、まあ、容積がでかければでかいほど、リードとかにつく湿気も少なく済むんですね。はい。それで今出てきたエクステンデッドスモールです。ただ、普通のバッグとその比率が違うということで、さっき見ていただいた伝統的なそのメジャーの方法でいくと、半分に折ってくださいと言って、半分がは長いので、普通に半分に折って、じゃあここはミディアムじゃない、ここは真ん中のテナーですねって言ってしまうと、おそらくですけれども、ちょっと遠いんですよね、普通のバッグよりも。遠くなるとそれだけちゃんとも遠くなりますから、すごく吹きづらいパイプバッグになってしまいます。で、私、まあ、じゃあ、自分で穴開けましょうと思ったんだけれども、ちょっと待てよと、それは、やったことがないぞと、エクステンデッドスモールは。で、まあ、それで、キャンモアパイプさんに、お願いして、
すいませんけども測り方を教えていただけませんかと、エクステンデドスモールの穴を開けたことがなかったんですよと言ってお願いしたら、とても分かりやすい写真付きの説明を送ってくださったのでね、メールで、それをせっかくなので皆さんにシェアしたいと思います。最初の写真で見ていただいた通りなんですけれども、最初に折るっていうことはしないでですね、このネックのここの位置ですね、ここの位置を起点としてここから80ミリで、ここから80ミリの下に35ミリいったところがブローパイプの穴を開ける位置になります。次ですけれども、ここのまた同じネックのこの位置ですね、この位置から240ミリこちらに行ったところの真上のところですね、ここがミドルのテナーの位置になります。なので全部前から測っているので全体の長さは関係ないんですね。はい、次ですけれども、このミドルの位置からですね、前に20ミリから前に20ミリ一気のさらにこう75ミリ下ですねが、ベースドローンの位置になりますね。はい、でジッパーついてる側ですけれども、今度は真ん中のテナドローの位置から20ミリ下に下がって75ミリこっちに下に行くと、ここがアウターのテナの位置になります。で今回ですね、これ黒いバッグなので目印どうやってつけようかなと思って、鉛筆とかじゃ全然ダメだったので、これで、ね、コンシーラーをちょんってやったんですよ。コンシーラーをね。すごい、落ちないし、めっちゃいいです。はい。はい、で、こうして、まあ、全部のポイントをつけてですね。つけてから、まあ、これ、前ついてたバッグなんですけれども、まあ、ブローパイプの穴は、こう、自分が服側にちょっとこっち寄ってて、で、このドローン3本ですけれども、ちょっと斜めにこういう感じですね、こうなります。真上から見るとね、こうなってますね。最近ほとんどのバッグがですね、革のバッグ以外ですけれども、こういうゴムがついてて、単純にドローンストップを下から突っ込んでやってグッて押してやると紐で結ぶ必要がなくて、すごく簡単に交換できるんです。ただ私があえてそのトラディショナルなタイプのバッグを頼んでる理由っていうのは、やっぱりこのゴムですね、すごくやっぱりもすごくとは言わないですよ、ただ脆いんですよやっぱり。でここはゴムが破けてきちゃうとかで、空気漏れしちゃって、結構立て続けにダメにしちゃったんですよね、バッグを。でそれがあって、もう二度とゴムのストックのやつは頼むまいということで、今回このバッグを注文しました。皆さんも隊員バッグにストックを結ぶ隊員インって言いますけれども、やるときに、まあ、自分で穴を開けるのは割と危険なのであまりおすすめしませんけれども、やるときに参考になればと思います。では。